皆さんこんにちは。今日はですね、昨日、鈴木誠也選手が左脇腹痛で、WBC 出場を断念したというようなお話をしました。そして、代替選手として、牧原大成選手になったというようなことをお話ししたんですが、その後ですね、うちの家内と話をしておりましたら、家内がですね、脇腹を痛めただけでそんなにきついのっていう話になったんですよね。これは何日かすればすぐ治るんじゃないかな、そういうふうにね、普通はやっぱり考えるところですけれども、案外これ脇腹っていうのはね、長くかかる。なんでそういうふうになるのかっていうのもですね、ちょっと僕なりにですね、僕なりの考え、これはもう知識があるわけじゃないんですけれども、僕が思う脇腹痛の原因、そういうものをですね、今日この場で、お話ししていきたいなと思います。ウェイトトレーニングっていうのは僕が入った頃の野球界にはなかったです。ちょっとはありましたね。でも本格的にウェイトトレーニングをして、体を大きくしよう、そういうような選手はほとんどいませんでした。で、僕が、プロに入って10年ぐらいした頃ですね、西武に移籍したそのオフぐらいから、ちょっとウェイトトレーニングやってみようかなということで、やりだしたんですが、その時でもまだ周りにウェイトトレーニングをしてるっていう人はあんまり見かけませんでした。ということで、どういうふうにすればいいのかな。その当時僕は、極真空手の西田幸雄先生と、知り合いになっておりまして、西田先生がやはりウェイトトレーニング、これをかなり先駆けて、取り入れた方で、この先生に教えていただこうということでですね、相模原でしたかね、の道場の方にもう寝泊まりして、教えてもらう、そういうようなことをやったことがあります。その時に、西田先生が言われて印象的だった言葉はですね、野球に即したトレーニングをしましょうっていうふうな言われ方をされました。やはり普通に筋肉をつける、格闘家の筋肉のつけ方と、野球の選手の筋肉のつけ方は違う、そういうふうなことを言われてですね、野球の動きに即したトレーニング、そういうものを西田先生なりに考えて、スケジュールを作ってくれた。今になってみたらですね、いいトレーニングをさせていただいたなというふうに思ってます。そのトレーニングをしたのが原因でですね、故障したっていうことはなかったですね。全体にいい強化ができたっていう印象が非常に強かったんですが、ここに来てですね、よく聞くのがその脇腹痛ですね。これで、戦列離脱する選手が何人かいますね。あれを聞いた時にですね、僕らの時に脇腹を痛めてゲームに出られなかった選手っていたかな、もう今から考えると40年近く前になりますけれど、その頃プレーしてて脇腹痛で、戦列離脱っていうのは聞いたことがなかった。ということは今のトレーニングの方がもう当然ね、進化してますし、どんどんレベルも高くなってんですけれども、何か野球選手にとってはですね、もしかすると抜け落ちてるところがあるんじゃないかなっていうふうに考える時もあるわけです。で、その一つがこの脇腹痛。僕なりに思うのはですね、やっぱりインナーマッスルとこの外の大きな筋肉、こことのバランスがちょっと崩れてきてるんじゃないのかなっていうような気で見てます。ですから上の筋肉が強くなってるのに、インナーマッスルがそこまで強くない、ついていけない、そういうような状態になって故障につながっていってんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。これはもう本当専門家の人にお聞きしないと分かりませんけれども、僕の考えとしてはそういう印象です。そういうことをですね、うちの家内と話をしておりまして、思い出したのがですね、オリックスから、マリナーズですかね、そっちへ行って、活躍しました長谷川重俊投手。彼はですね、オリックス時代は先発4番手ぐらいのピッチャーだったんですが、メジャーに行って、オリックスの時よりも活躍したんじゃないかなぐらい、頑張ったんですが、彼と話をしておりまして、ああそうなんだって思ったのが、トレーニングの仕方だったんですね。何でしたかね、ちょっとこうルーズショルダー的な感じ、ちょっとこう緩むっていうような感じですね。その緩むようなこう肩の状態をですね、何かでこう補いたいっていうことで、彼はインナーマッスルを鍛える、中の筋肉、小さな筋肉、それを軽い負荷で、こう鍛えていくっていうね、それを、中心にトレーニングしたそうなんですね。
それでかなりそのルーズショルダーっていうのが改善された。そのおかげもあったのと、そのやっぱりインナーマッスルを鍛えたことによってですね、スピードが増したっていうんですね。まあもともとそこまでスピードで勝負するピッチャーではなかったんですが、メジャーに行ってからのスピードの方が日本の時よりもかなり、速くなった。そういうこともですね、まあそのインナーマッスルを鍛えたことによっての副産物、そういうようなことがあったんだっていうのをですね、お聞きしたことがあります。なるほどっていうふうに思いました。まあ今はもうウェイトトレーニングはですね、野球界に限らず陸上の人たちもですね、もう走らなくてもとウェイトトレーニングで鍛えながら競技のタイムを上げていく、そういうようなトレーニングをする選手も多くなっております。あんまり走りすぎるとやっぱり関節を痛めたりいろいろするんで、その分をウェイトトレーニング、筋トレで、補っていこうっていうね、そういう考えだと思うんですが、まあ、野球選手の中にも肉離れっていうね、肉離れは昔からあったんですが、この肉離れをする人の一つ大きな特徴はですね、やっぱりみんな瞬発力がある人が多いな。僕なんかそこまでの速さを持ってなかったので肉離れはしたことがなかった。でもっと速いスピードで走る選手の場合はですね、その筋肉の強さがですね、その自分のスピードに追いつかない、そういうことで結局肉離れっていうものになっていってたんじゃないのかなという気がするんですね。これはもうやっぱりこのスピード系の人たちにとってよくあることだと思います。それを補うのがやっぱりいろんな正しいトレーニングをすることだと思うんですが、その一つ大きなポイントはやはりこの大きな筋肉だけではなくて中の小さな筋肉、これも並行して鍛えていくっていうことが大事なことなんじゃないかな。まあ鈴木選手のこの1シーズンで10キロ体重を増やした、これはかなりの短い期間に、強化した、大きくしたっていうことが、もしかすると他の筋肉はまだそこまでついていけてない部分があったのかもしれないな。それがこの左の脇腹に来たのかなという気がしますね。まあ日本でそういうトレーニングをしている人もいっぱいいます。こういう上半身を鍛えていくとですね、まあ、ピッチャーでもやはりこの腕力でビュンって投げる、それでも150キロを超えるようなまっすぐを投げれるピッチャーになってる人は何人もいました。だけど見ててですね、伸びを感じないんですね。スピードは出てるんだけども、なんかこう打ちやすそうなまっすぐだなっていうような感じがする。それをボディ全体でスーッとこう柔らかさを持って投げるピッチャーの方が、まあベース上、ホームベース上でちょっとこう伸びがあるなっていうような印象を僕は持ってました。昔の大先輩、いろんな方にですね、そういうトレーニングの仕方もお聞きしたことがありました。稲尾さんなんかにもお聞きしました。稲尾さんはですね、オフは何をされてるんですかってお聞きしたら、何にもしてませんっていうお答えが返ってきまして、オフは休むんだっていうね、まあそれも一つの生活の仕方かもわからないな。まあ、あれだけシーズンで投げたら、もう言ったら、シーズンに入ってから鍛えていくっていうような形になってたのかもしれないぞっていうようなね、ことも考えました。ですから、まあ昔の人は、特にピッチャーはウェイトトレーニングをしてるピッチャーなんて聞いたことがなかったんですが、結局、走る。そして、今度は投げ込む。投げ込みながら、ゲームに耐えられる肉体を作っていくんだ。だから野球の動きをしながら、それでどん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 そのゲーム用の体にしていくんだっていうような、そういう考えで、まあ我々もね、50年60年前の選手はもうみんなそういう感じでやってたんだと思うんですね。それが今どん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 科学的になって、より効率のいい、そしてレベルの高いトレーニングをすることによってですね、高いパフォーマンスができる、そういうような選手が増えてきたということだと思うんですが、ちょっと間違うとですね、やっぱり故障につながる。そこをですね、ちょっと考えないといけないなっていうのをですね、今回、鈴木誠也選手の故障を聞いた時にですね、感じましたね。やっぱりある程度時間をかけて、それでじっくりと体を作っていった方が、なかなかこう衰えないっていうか落ちていかない。短い期間にドンと作った肉体っていうのは、やっぱり短い期間でまた落ちていくっていうようなことをよく聞いたことがあります。そういうことも考えるとですね、鈴木誠也選手は、まあ、去年の成績、まあ、僕らから見たら決して悪くはないんですが、やっぱり日本の活躍してた鈴木誠也
選手からすると物足りない、なんとかアメリカのトップクラスの選手に早く追いつけ追い越せ、そういう気持ちが強く出てですね、一気に抜いてやろう、その気持ちがですね、ちょっとこうあまりにも短い期間の間に強化をしすぎたんじゃないのかなという気がしますね。これは全く僕だけの考えなので間違ってるかもしれません。まあ、いろんな先輩そして後輩の人たちの話を聞きながら自分なりに脇腹痛、我々の頃には聞いたことがなかった故障がですね、最近非常に多くなってるな、その理由を自分なりにちょっと考えてみたということなんですね。皆さんどう思われるでしょうかね。故障でゲームに出られないっていうのは選手にとって非常に辛いことなので、故障せずにシーズンを乗り切る、そのためにどうしたらいいかっていうのはですね、永遠のテーマかもしれませんね。うん、まあ、だけどそういうものをいつも考えながらですね、より良いものを見つけていく、そういうことをやっていくのが選手だと思います。まあ、今回は鈴木誠也選手、WBC に出られずにですね、これはもう辛いと思いますけれども、まあ、その分をですね、またちょっとじっくりと、故障を直して、そして、まあ、長いですから1シーズンね、162試合、長いゲームがありますので、その開幕に合わす必要はないと思います。開幕の頃からじっくりとこう作り上げていって、シーズン終わった時に、すごいな、今年は良かったなって思えるような結果を残せばいいわけですから、焦らずにいい状態に持っていって、シーズンに臨んでもらいたいなと思いますね。そして WBC が今度9日から始まります。この短い期間ですけれども、やっぱり短い期間の中で、プレッシャーのあるゲームが続く、そこでやはり激しいプレーもいっぱいあります。ですからもう僕が思うのは、もう結果勝ってくれるに越したことはないんですけれども、それプラスやはり、無事にこの WBC を終えて、またペナントレースに帰ってこれるように頑張ってもらいたいなと思います。今日は鈴木誠也選手の故障をきっかけにして、僕なりに考えたトレーニングというものをですね、ちょっとお話ししてみました。以上です。